向上の力を売る祈り。大自然には不思議な英知がありその英知が人間には最も完全に宿っているのである大自然の英知は簡単なく我々に一層高き表現をなすべく内部より促しているのであるこの無限工場の内部的促しを完全に着々として実現するとき、私たちは生活に喜びを感じ生きがいを感じることができるのである その無限工場の内部的促しに自分の生活が沿うことができない時焦燥を感じ退屈を感じ何のために生きているのかわけのわからないようなスランプ状態に陥り生きがいの自覚が影を潜めてしまうのである人には生命の奥底から湧いてくる五つの深い願いがあるそれは生きること愛すること愛されること認められること何者かの役に立ちたいことである しかしこの生きることの願いの中には向上して生きることの願いが含まれているのである生命は同じところにいつまでも留まっていたくないのである生命はそれが進行を停止するとき単なる停止ではなく必ず逮捕するのである完全に生きるためには私たちはぜひとも毎日向上しなければならないのである向上あり進歩あるときそこに生命は生きがいを感じるのであるだから私たちは 今後決して一日といえども、知恵においてか、愛においてか、仕事においてか、前日よりも必ず一歩進歩することを心がけるのである。必ずいくページかは心理の書を読み、必ず何らかの形で人及び生物を愛し、必ず何事か他の人のために役立つ仕事を愛するのである。私は今日この決意を新たにするとともに、以後決してこの決意を捨てないで実行するのである。 私は今これを神の御前に誓う。私は必ず何者かを愛するのである。神を愛し、国を愛し、社会を愛し、人類を愛し、同僚を愛し、家族を愛し、縁に触れて集まるすべての人々を愛するのである。反対陣営にいる人すらも愛して、それを啓発せんと欲するのである。愛するとは肉体的な本能を満足することではなく、 もっと霊的なものであることを私は知るのである。真の愛は一体感である。彼の喜びを我が喜びとし、彼の悲しみ苦しみを我が悲しみ苦しみとして、彼より、そしてすべての人より、その悲しみ苦しみを除いて楽を与えんとする願いである。いな、単なる願いではなく、実践である。真の愛は仲うつろにして大きくなるラッパのようであってはならないのである。 少しでも多く他の人々の悲しみ苦しみを除いて喜び楽しみを与えるための実践をなすことである。私は今日より後この実践の決意をしたのである。核のごとき真理を知り核のごとき決意を与え保うた神に感謝しさらにその実践する力を大きく恵み賜わんことを神に願い立てまつる。神を私たちに大いなる力を与えたまえと恋い願い立てまつる。